クラウドサーフィングとは、主にロックコンサートにおいて体を支えられた人間が他の観客の頭上を泳ぐように移動する行為である。ロックフェスティバルにおけるクラウドサーフィングの後継クラウドサーフィングを行う者は自分の体を他の観客に委ね、これに協力する者は手で支えつつステージ方向に押し出すことで自分の頭上を通過させる。 前提としてある程度人が密集している必要があるので、ステージ付近で行われることが多い。モッと同様に、ライブ中に興奮した一部の観客によって、自然発生的に行われる。危険を伴う行為であるため、公演によっては禁止され、開演前にその旨のアナウンスが行われる。海外のライブにおいてはクラウドサーフィングが原因と見られる事故による死者も出ており、 禁止を強化する動きもある。ライブ中にクラウドサーフィングを行った観客に大使ミュージシャンが注意を行った例も存在する。また、2019年末から発生した新型コロナウイルス感染症の流行によって多くのライブハウスでモッシュと合わせて全面的に禁止としている。なお、日本においてはクラウドサーフィングという意味でライブという単語が使われることがあるが、 これは誤りである。ありがとうございます。